さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤサガです。今日のイカライフ動画はなんかここちょっと普通と違い、いつもと違いますよね。はい、スタジオというかこれ東京駅にあるあの BMW ジャパンさんが持っている、ショールームといえばいいんですかね、メーカーの、このブランド発信基地ですよ。で今はこれミニが置いてあります。でもこのミニ、単なるミニじゃなくてですね、ジョン・クーパーワークス最新型ですよ。それの頂点です。はい、 GP になります。ほらもうこれほんと撮りたかったんですよ。でこれを撮りたいっていうような話をずっとお願いをしていて、気がついたらあのライブ配信もインスタグラムでさっきあの初めてやりましたけれども、まあその結果今 YouTube でここで撮れてるという形になります。これすごい個人的に注目してたんですよね。まあいずれもしかしたら試乗もできるようなチャンスあるかもしれないですけど、そしたらまあ試乗の動画もちょっとお伝えはしたいなとは思いますけれども、ほらすごいでしょ、このリアウィングがやっぱもうねすっごい特徴的ですよ。ほら深い深い、造形が深い。しかもこの上にゴムパッキンのこのガーニーがついてて、すごい細かい造形してますよ。もう一発で見た瞬間に、あ、GP って分かりますよね。これ3000台限定で発売されたモデルですけど、日本割当ては240台です。こういう言い方最初するの申し訳ないですけど、この240台すでに完売です。なので欲しいなと、説明聞いて欲しいなって思った方は中古モデル狙いであるとか、あとはもしかしたらディーラーが陰でこそっと在庫のような形で持ってるかもしれないので、ちょっと探るのもいいかとは思います。さあこのジョン・クーパーワークスの GP ですけど、もともとこのジョン・クーパーワークスってこれ3代目なんですね。初代2006年出てます。2代目は2012年ですね。もう初代の時ってこのヘッドライト、あのキセノンヘッドライトは重たいから嫌だって言って、これハロゲンライトにしたぐらい GP って軽量化にこだわってるんですよ。要は通常の車の中で今までの印象で言えばクーパー S がもう十分ハイパフォーマンスですよね。でもジョン・クーパーワークスがその上にさらに最近で言えばもうしっかりとスポーツ性、ゴーカートフィーリングの頂点としてジョン・クーパーワークスが今ラインナップされております。まあ、それに応じてクーパー S はちょっと GT 的なあの乗り味になりましたかね。前ほどガチガチじゃなくて結構ロングドライブもこなせるような形でクーパー S は成り立っていて、このジョン・クーパーワークスがサーキットも含めてガンガン走れる車に仕上がっておりますけど、その頂点です。この GP は、この GP はもう完全サーキット生まれです。要はもうジョン・クーパーさんのもう本当なんていうでしょう、ジョン・クーパーさんがもうサーキット育ちというかレーシング育ちなので、まあなのでその血統を色濃く継いでおります。なのでこういう派手な、まあこれずっとハンドアだから気になりますよね。はい、閉めときます。もうその血統がすごい強いんですよ。じゃあちょっと細かく見ていきましょうか。これ全長がですね3880ですよ。幅1760、これ1760って通常のジョン・クーパーワークスとかクーパー S とか、要はジョン・クーパーワークスで言った方がいいかな、3ドアハッチと比べるとこれ35ミリ広いんですよ。横幅がぐわっと、どこで広がったかってこれです。すごくないですか、このオーバーフェンダー風な形。これカーボンですからね。これ超軽量にフェンダーが仕上がってるんですけど、その間にレールが作られております。だからここを空気がきれいに流れる形で、でその空気このレールに対して下からきれいに導くような形で、だからこのヘッドライト周りとかの空気もこのレールにはめ込んで後ろにきれいに流してっていう一つのレールを通して、だからハンドリング直進安定性にも効きそうですよね。そして先に前後言うの忘れてた、前後1420ですよ。なので高さとしてはこれ1センチローダウンサスが入っております。スポーツサスが入っておりますので1センチ下がってるんですね。だから通常のジョン・クーパーワークスって1430ですので、前高がなので1420、1センチ分下がっております。ハンコック、いやなんかハンコックどうなんですかとか結構僕質問受けるんですけど、ハンコックは最近すっごい伸びてきております。ポルシェとかでも結構使われますからね。あの世界一タイヤに厳しいって言われてるポルシェも採用するぐらいなタイヤですよ。読めません。はい、銘柄よくわかりません。
まあでも、まあ、ミニも純正採用して、この GP って、象徴となる車を使っているぐらいなので、悪いタイヤではないです。もう2代目のジョン・クーパーワークスの GP の時って、もうハイグリップタイヤ入ってたぐらいですので、2センチ車高を下げて、車高調を入れてましたので、あの車。なので、その DNA ついてるので、ちょっとハイグリップ系なタイヤですよ、このハンコックの。で、これ、タイヤ太くなったんですよ、先代よりも。先代は215でしたけど、これ225です。ほら、225。18インチだから、先代は17インチですので1インチアップされてますよね。だから幅がぐっと広がり、踏ん張り感は高まり、でそのぐっと幅が広がった分をこの空力処理を同時にやってしまおうっていう、しかも重たくしないでっていうところで、これハンドメイド成形ですからね、このカーボンなので、もう一個一個丁寧に作るっていうところで、まあそういった製造のやり方含めて3000台っていうところしか作れないっていうところもあるんでしょうね。いやーすごいっすよ。ほら前も、ほら前すごい立体的でしょ。ここ可愛いですよね。やっぱミニってなんかこういう可愛い中になんか力強さというのか、うん、でもなんかちょっとナマズチックな顔にも見えますけど、なんか何とも言えないこの顔つき。別にこれ魚眼レンズとかで撮ってるわけじゃないですからね、歪んでないですからね。なんか可愛らしいですよね。ほら、うん、なんとも言えないスタイル。まあでもかっこいいですね。で、ジョン・クーパーワークス、この GP の特徴、チリレッドです、これ。なので、このレッドがアクセントに入り、で、エンジンこれ306馬力。で、450ニュートン。0、100加速が 5.2 秒。で、それでいて最高速265キロなので、もう最強最速ですよ。で、まあそれだけのエンジン積んでると、熱量がすごいので、だからこういうダクトがとっても大きいです。で、このダクトもほら結構立体的にして、空気の流れをもう明確に、だからここのエリアの空気はもう内臓部に入れますって、そういうのをしっかり明確に分けてますよね。で、ここから入った空気とかはブレーキとかにも導いたりして、ブレーキ冷却にも使っております。ボンネット開けちゃった方が早いですよ。開けるとこのミニのロゴって本当可愛いですよね。1年ぐらい前でしたっけ、変わったの。はい、 GP。 これ個人的にはマニュアルが欲しかったですけど、これ8速オートマしか今ないんですよ、 GP 今回は。なのでそこがちょっと残念なとこかもしれないですけれども、まあでもオートマトランスミッションの方が逆にもう加速とかも途切れないので速いっていうのも言えますし、操作ミスがないので、まあ誰もが早くどんどんアクセル踏んで加速してっていうのを考えたら、誰もが扱いやすいって言ったら絶対オートマですね。まあしかしマニュアル操作する楽しみとかそういったのを求める方とかには少し、まあそのあたりは意見いろいろあるかとは思います。で、これデファレンシャル入っております。リミテッドスリップデフが入っておりますので、この力を余すことなく。ちなみにだから2リッターでこれツインスクロールターボを使ってますので、なので450ニュートンだからすごいですよね。 2.25 倍ですか、このターボ排気量を 2.25 倍、 2×2.25 やってもらうと分かるかと思います。なので450ニュートンですよ。ちなみにもちろんミニはダブルキャッチですよ。ほらしっかりここで剛性を稼ぎ、もうエンジンの上を通すかのような形で、ほらタワーバー、もう取り付け点の一番効きそうですね、トップのところのネジにほぼ直付けするような形でタワーバー通してますよ。まあ相当ハンドリングやってるんですね。ちなみに僕一番驚いたのは、ちょっと映るかな GoPro で、これ、これ今展示用にマイナスのジャンピングをこれかけてますけど、これかけてるところ、これ補強材なんですよ。これこのマルチのこの板、分厚い板はこれ補強材なんですよ。なんかこの字型にギューって向こうに通してるような形、要はリアサスの下側の取り付け点の付け根から前に一回メインフレームに渡して、また今度左側の奥の方につなげるっていう、この字型のこの補強材すごいんですよね。ほら、なんかあんま見たことないですよ、こういう補強。これはね、ちょっともえっとするぐらいすごい。だから上側はあまり補強してなかったので、どこでやってるのかなと思って下覗いたらすごかったです。さあ
後ろはこんな形。ここは解析見てみたいです。これどういったような形でやってるのか。穴が開いてるんですけど、ここに入った空気をどこに流すのかがちょっと僕わからないんですよ今。でもミニって結構ここインシュレーターすごい入ってますね。音対策もともとやってるんですね。ほら後ろのカーボンもこれすごいですよね。そして GP、 いやかっこいいかっこいい。もうこのスタイルすごいですよ。マフラーは直径9センチを2本出ししております。なので排気もすごい良さそうですよね。2リッター級でこれだけ抜けよくするってどれだけ火球かけてるんだって話ですよね。このぐらい太くしないと詰まっちゃうって話ですもんね。だからその奥の太鼓も相当でかいはずですよ。太鼓も大きくしないと、おほらでかいじゃないですか太鼓ですよね。太鼓も大きくしないと450ニュートンも発生するぐらい火球かけたら、空気エンジンに送り込んだらそりゃ排出量がすごいので、そりゃ太鼓もでかくなりますよ。これミニ初の単造ホイールです。これだから軽量化とことんやってるんですね。初めてですって。ほんと単造ホイール、純正で単造ホイールですよこれ。じゃあちょっと後ろも開けて、ほらこれタワーバーかと僕思ったんですけど、これタワーバーじゃなかったんですね。ちょっとは剛性には寄与するとは言ってても、これミニとしては荷物が前に飛んでいかないようにっていう、まあそういう安全バーのような形で設けております。もちろん剛性に全く効かないというわけではないですけれども、そこまでこれで抑えようというよりかは、メインとしてはやっぱ先ほどお見せした床下の部分の補強材でハンドリングは出す、リアタイヤを踏ん張らしてハンドリング、センター付近を出したりとか、ハンドルの切り出しの反応を良くするっていうのをやっております。もう無駄なもの何にもないですよ。じゃあちょっと室内も見ていきましょう。さあ、まあこの辺りも作り一緒ですね。で、はい、GP。あ、ちなみにミニは BMW もそうですけれども、ここスピーカーついてますよ。ミニとかやっぱ剛性高いのでボディが、なのでこのスピーカーを響かせるっていう反響空間としてこのシャーシ自身を使うんですよ。なのでシャーシに対してスピーカーをドンって響かして、シャーシの中で音を作り上げるみたいな、そういったスピーカーの位置、シートの下にスピーカーがついております。これアルカンターラ調のシートです。脇はこれナッパレザーです。なのでこのアルカンターラ調の滑りにくい部分と、横までアルカンターラにすると結構薄い生地のズボンとか結構破れやすいので、まあそういうのを踏まえた上で摩擦を考えて、真ん中の部分だけはしっかりと摩擦係数の高いこういうアルカンターラ調のハイシートで仕上げております。まあこの辺りは一緒ですよ、通常のミニと変わらないです。一番はね、ちょっと待ってください。よっ、8.8 インチ、ここも変わらないです、いつも通り。しかし、ここ、これ、とうとう来ました、皮切りです、この車が。GP、これ 5.5 インチのデジタルメーターになりましたね、デジタルモニターになりましたよ。これかっこいいですよ。なんかミニっぽいですね、この、あえて四角じゃなくて、この丸型にしているっていうのがちょっとミニっぽいなと。で、こっち回転数。でレッドゾーンは今6000回転で設定ですね。だから6000、正確には6500ですね、レッドゾーン。そして燃料計がこっち、燃料計でかい。中央にちょっとドアを閉めてみよう、どんな絵になるの。イグニッション、はい。でこれ 3D プリンターです。 3D プリンターで使ったこのスチール状の、なんかスチール感のある、これスチールの 3D プリンター？ 3D プリンター僕ちょっと勉強不足だな。なんかこれ鉄の感触なんですよね。カチッとしてる。で、これほら、穴が開いてますよね。細かい。だからこういうの 3D プリンターならではですよね。こういう細かい造形。ここもそうですよ。ほら。特徴的です。あと、ここも3000台限定の車なので、これ0、1から3000まで番号が振られます。これシリアル番号です。今これもうメーカーの車ですので、2020という、まあそういう数字になっております。今2020年という数字を使っております。あと、違いとしては、もう全部振れましたね。はい。いや、これ乗りたいわ、乗りたいわ。ちょっと真ん中の表示どうなんだろう。エンジンかけちゃおうかな。あー、速度計出た。す
すっごい見やすいですね。メーター中央に速度があって、ちょっと排気音聞いてみますか最後に。でいつかこれ試乗します。必ず試乗してちょっと動画作りたいと思います。じゃあ最後エンジン音聞いていきましょう。結構いい音しますね。ほんとレーシーな。じゃあこれほんと機会あったら試乗してみたいと思います。とりあえずじゃあ試乗行きましょうって今回は言えないので、ナンバーもついてないのでちょっと乗るチャンスがあるかどうかわからないですけど、まあ今度乗ることができたら、まあ、動画にしていきたいと思います。ではまた最後までご視聴ありがとうございました。ではイカライフをまた。めっちゃおすすめです。手に入らないですけど。ちなみにこの辺りちょっと寂しいですよね。レバーこれドライブモードセレクトが普段あるはずなんですけど今ないんですよ。 GP はもう最初からもうワンスペック状態ですね。マフラーの切り替えもないですね。バルブ見る限りなかったので、でそれで言うとこれ横滑り防止装置をちょい押しした時によいしょ、ほらここに GP モードって出ます。なのでトラクションコントロール関連はちょっと変わるんですね。いやこれサーキットとかも含めて試してみたいな。こっちクルーズコント、あクルーズコントロールが GP でもついてる。